皆さんこんばんは。誰だこいつって顔で皆さんご覧になってますけども、ジャックでございます。アートロックナイト70回を迎えることになりました。どうもありがとうございます。私ご存知じゃない方、私一応アートロックナイト、主催しておりますジャックと申します。本日は、アートロックナイト70回記念、今まで20回、30回、40回、50回、60回、結構大々的に、宣伝をいたしましてですね、大きなイベントをやってこれました。そんな感じでですね、この70回は今までの中ではちょっとそんなに派手なプロモーションはしてないんですけれども、アートロックナイトのね、秘蔵の秘密兵器、女性ボーカルたち、そして女性のバンドだけでお送りするというフィメールボーカルスペシャル、今日は最後までね、ちょっと長丁場ですけれども、皆さん最後まで盛り上がってくれますか。まだまだ空席が目立ちますけれども、後から入ってくるお客様方にですね、盛り上がりをさらに盛り上がりに、火に油を注ぐような形で、皆さん、この熱い気持ちを後から入ってくる人たちにも、伝えるように盛り上げてください。 OK OK はい、本日は、それでオープニング極戦、ご存知ですか、ビクセンというバンドのトリビュートバンドになります。オープニングが極戦、そして YMD48、 ファンク・ザ・キャンディーズ、セブンス・ヘブン、そしてディーバスという秘蔵のレディースボーカル5バンドをですね取り揃えております。最後までごゆっくりお楽しみください。私があまり喋っても、今日は桃色桃色ハッピーな感じで女性ボーカルで盛り上がってください。 OK、 それでは、いくよ。オープニングは極戦、拍手でお迎えください。
お話が結構あの聞かれたりとかしまして、一言挨拶をしなさいということで場を設けたいと思います。ズミです。皆さん、お久しぶりです。ズミッチです。生きておりました。ですね、もう本当にバンドでステージに立つのは3年ぶりなんですけれども、ちょっとその間いろいろありましたけれども、こうやってアートロックの70回記念という大きな舞台でまたお呼びをかけていただくことができまして、こうやってステージに復帰できたことを嬉しく思っています。今後またぼちぼち活動していく予定ですので、皆様よろしくお願いします。ちゃんと元気でちょっとバンドやっておりますね、はい、では、続けていきたいと思います。皆さん、知ってる方、この曲を知ってる方がいたら一緒に歌ってくれると嬉しいなという曲です。 Rock Me!
私も独占が3年ぶりというぐらいなんで、バンドを始めてから年月がだいぶ経っております。だんだん息切れをするようになってまいりました。というわけじゃないんですが、実は極戦ですね、極戦以外もバンドをやってるメンバーがいっぱいでして、ほとんどでして、ベースのズミッチとギターのジーコさんは、ボーカリストでもあります。なのでここいらで、復活の記念と言いますか、何にも歌ってほしいなと話したところ快諾してくれたので、皆さん聴いてもらいたいなと。もういいよ。分かった。行きたいと思います。ディスパイ。Walking away back to you.
玉も外れてるし、もういいよ。はい、ではですね、最後の最後の曲になりました。今日は皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。私がこの辺こう血管を引き出しながらキキとか言って、姿を温かく見守ってくださってありがとうございます。本当に。では最後の曲になります。ちょっとかっこいいところを見せて終わりたいと思います。ではCrazy!